はい。AI×CE です。今日の動画でですね、今ちょっとやり始めたカグルについて説明していきたいと思います。えー、カグル、これですね、日本の、えー、参加者に聞くっていう、まあ、こういった記事があったんですね。えーまあ、僕の動画では全部記事とかですね、コメント欄に入れていきたいと思っておるんですが、まあ、こういった、えー、世界中のデータサイエンティストが、えー、競い合うコミュニティって言うと、 こですね、で世界中から40万人を超えるデータサイエンティスト。これも本当にざっくり言うと、データを、えー、何万というデータを解析して、この傾向があるんじゃないか、この傾向があるんじゃないかっていうのを、えー、決めたりする人ですね。それがデータサイエンティストですね。えー、データを、えー、いろいろ、えー、例えば院内でよけるデータサイエンティストだったら、院内のデータ、DPC データとか、えーまあ、患者の生命予語。 につながるもののためにですね、何が、このデータが必要なのか、院内のデータ、そして、えー、例えば、そうですね、えー、僕がやってるのは、まあ、院内のたった DPC のデータとか、看護必要度データから、えー、医療機器の利用台数を利用すると、えー、予測すると言ったのをやってるんですが、それだけじゃなくて、全世界の、えー データ、例えば全世界のコロナマップのコロナのデータを使って今後どれぐらい、えー、コロナの脅威が株価に影響を及ぼしそうなのか、えー、私たちの、えー、感染者数がどれだけの推移で、えー、増えていきそうなのかっていうのを、まあ、予測する、えー、ような人たちのことをデータサイエンティストというんですね。 これが世界中から集まる場所がカグルです。まあ、インターネットの一つの場所で集まるんですが、でこれサイトはもう全部英語ですねで。これカグルはですね、企業とデータの分析のプロであるデータサイエンティストをつなぐプラットフォームです。え企業がコンペの形式で課題を提示して、商、え、品、ー、の提示と、えー 提供と引き換えに最も精度の高い分析モデルを得るある種のクラウドソーシングに近い仕組みでですね、例えばメルカリですね、のものだったり、まあ、いろんな企業が出しているデータの分析、こういうデータの分析をしてくださいと。で、その中で、プロのデータサイエンティストたちが競い合って一番精度の高い予測モデルを作った人たちに賞金が与えられると。 え、言ったのがこのカグルですね。世界中で戦います。日本の人たちもいます。で、そのカグルの初心者がやるような、えーえー、まあ、コン、コンペがあるんですね。それがタイタニックのマシンラーニングフロム、えー、ディサータ。で、これを使うこと、えー、これどういう風にやるかっていうと、Python か R 選べるんですが、それでやってきます。で、これも僕、どういう風にやるのかなって、初めてやったんで、 その時はやっぱりサイトを見ました。で、そのサイトに書いてある、これ、えー、サイトの URL は僕のコメント欄から見ていただければと思うんですが、このサイトに書いてあるのが、まあ、このソースコードだったわけです。えー、まあ、インポートの Pandas ですね。で、NumPy でサーキットランとかもインポートして、で、えー、CSV ですね、えー。このタイタニックのところから、えー、引っ張ってきて、えー えー、train.csv とテスト .csv っていう、まあ CS、csv まあ、excel データみたいなのがあるわけです。でえー、ジェンダーサブレ s ション。i で、これ、うーんと、r e a c s v ね、こうも、これもこう一個、も、え、う、ー、csv するんですけど、これ、イコールって、えー、Python でやると、これ、それぞれ、この csv 読み込んだのを train.test1、えー、っていう、その、この単語に入れ込むって言ったこで、まあ、変数に入れ込むって言ったこ で、これ、それぞれね、3箇所変数に入れ込んで、この中で、その後トレイン1ここの頭の3つ目を表示しなさいって言った形になる。そうなると、この、ここですね。タイタニックっていうコンペティションに出ている、このデータの中の頭の3つ目、0、1、2と、0から始まりますね。0、1、2っった形。そうすると、このように、ナムチだったり、 それぞれの、えー、名前だったり、性別だったり。えー、まあ、それぞれが出てくるわけです。数字でね、出てきたりするわけです。これちょっとね、ずれてますね。うんと、多分、H が、そうですね。これ、こう、な、えっ、ー、と、年齢とかはこうだし、えー、性別とかもこうだし、ちょっと一個全員ずれてる。で、これがインデックス値だと思っていください。 で、えー、この後読み込んだ後何をしてるかっていうと、んと、えー、インフォ、えー、このトレイ i n イの読み込んで、さっき表示した、させたやつの変数のインフォ、インフォカッコっていう風に打つと、ダーッとこのようにね、えー、どんなデータなのかって出てくるわけです。ヌル値、何も入ってない。ヌル値がいっぱいあるよと。で、えー、このインフォで分かったことには、えー、 891のデータがあって、そして、エイジ、あの、年齢とかね、そういったものにもヌルがあると。何も入ってない。データに何も入ってないデータがあると。あとはデータの方がいろいろあること。で、ここで、基本的にデータサイエンティストの え、処方中の処方で書き換えが必要らしいんですけど、僕結構エクセルでやっちゃってね、それを読み込んで AI で予測とかやっちゃってたんですけど、まずここできるようにならなきゃ、あの、いけないなっていうので、すごい今回カグルってすごい勉強になってます。で、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、まあ、こういう形ですね。メールっていうのはそのまま AI で読み込ませて予測するのは、例えばあの、名前をそのまま解析するのは難しいですから、AI のモデルにね、入れ込むのは。 なんで、例えば、えっ、ー、と、0。0なら0って言った後でここに入れて、えー、フメールだったら1って、えー、いうふうにですね、こう、リシャープしなさいっていうこれで,ですね、え令、ー、メールを入れてあげるわけです。パースで。で、セックスリシャープでメー、メール、えリシャープメー、フィメールで言ったら、えー、1を入れると。その、えー、その他にもですね、えー p プレイスですね。S の場合、0にして、C の場合1にすると。Q の場合2にすると。そういうふうにですね、えぇ、てあげる必要があるんで、トレインっていう変数に、僕、まあ、これ僕のやり方ですよ。トレインっていうところに、トレイさっき読み込んだ、エクセルデータのメールを0にし、p プレイスですね。フメールを1で、S の場合0で C の場合1と。 9の倍にとあ。さっきのデータのインフォで、こんなデータだって分かっているんで、えー、あとはヘッドですね。で、えー、メール増え、フェメール増え、フェメイ他にもね、たーっとデータ見ていけば、えー、こういうデータの傾向あるから、この数字に、文字を数字に書いてある必要がある。で、えー、テストも同じように。テストデータですね。同じようにすると。 いう形ですね。えー、で、次にやりたいことは、えー、欠損値を埋めると。で、欠損値を埋める場合には、えー、まあ、ここですね。えー、フル、えー、フルナ、えー、トレインエージミンで。つまり、えーと、欠損値、あの、さっきのデータの中で年齢が入っていないデータがあったんですね。 その場合ですね、えー、その年齢の入っていないところに、えー、全部のトレインの年齢の平均値をぶち込めと、ね。ここにぶち込んでデータを入れろという形ですね。でこっちもそうですね。えー、全部のトレインの中の全部の平均値をここのとぶち込んでやると、えー。そういう命令を入れるわけですね。で、その先が問題で、 えっと、名前ですよね。みんなバラバラなんですよ。で、チケットも同様ですし、えっ、ー、と、欠損値が多すぎるやつ。で、これらどうするのかっていうんですけど、まあ、まずは名前をこのサイトではね、処理してたみたいなんですね。で、名前をとにかくデータ眺めて、で、共通しているものが、えー、まあ、こう、ミスターとか、ミス、マ、ま、ル、あ、スとか、ミスとかね、えー、ケシ 継承があるんですね。そこで分類してみようってなったわけです。で、やり方としては、まあ、ソースコードはこんな感じでですね。ええー、と、まあ、これちょっとね、ええー、上が、一番上がソースコードで、ここら辺何かっていうと、何してるかっていうと、これ、あの、これ僕最初わからなかったんですけど、捨てる、えー、えー、もう本当にごめんないですね。えー、恥ずかしい。ええー、まあ、ちょっと捨てるこれで、ええー、と、 積表現で分割させると。要は、えっ、ー、と、過去内のいずれか1文字を、これですね、A から Z を全部分割させちゃう。ね。バーっと。この,このトレインの中の、この中の名前ばっかだから、これもう全部分割させると。で、分割させた後に何をするかっていうと、ここですね。シャープあとね。ここで、ネームの要素の文字をバラバラにするわけですよ、ここで。ここでバラバラにした後に、えっ、ー、と、 バラバラにしても、文字の列っていうのは変わりません。で、文字の中の、えっ、ー、と、トレイン。ここですね。えー、リペースなんで、文字バラバラにして、ただ、こういうふうにね、トレインステーション、そう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 トレインの、えー バラバラにしたやつを、これ、4分なんで何回も繰り返すんですね。要素の中の、え、うん、もうん、え、うん、内訳を何回も繰り返して、これ、バラバラにしたやつを何回も何回も何回もこう、見させて、そのバラバラにした文字の中で、こういう順番のやつを、えー、リプレイスすると。で、えー、さらに、えー、こっちも一緒ですね。リプレイスすると。 で、ここも一緒ですね。全部、えー、書き換えると。で、書き換えた後に、えっ、ー、と、この書き換えたやつに対して、えー、数字を、えー、入れ込めと。いう形にするんですね。なんで、このソースコードで言ってることは、要は、この要素にあった名前ですね、をグッと ぐちゃぐちゃに、ぐちゃぐちゃに、まあ、全部分割させて、で、分割させた文字の中でも、まあ、こういう集まりに対して、書き換えろと。で、書き換えた後にそこに数字を当てはめると。なんで、この名前ばっかりの要素だったところの、えー、名前をですね、全部数字に変える、分ける、といった作業をこのソースコードでやったと思われます。 で、次に、チケットの処理ですね。チケットも、えー、先頭の頭文字で分けてるみたいなんですね。で、えっ、ー、と、トレインチケットのスティルカール関数でこういう風にしてるわけですね。スティールな、え、で、トレインの中の、えっ、ー、と、頭文字で、えー、それぞれ、えー、分けると。で、リペース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 、3、七3。 で、頭文字が全部こう、見ていくとですね、チケットの先頭の文字で、えー、先頭の文字によって、これ全部、分けだわけですよ。えー、A なら A だし、えー、PCA ですね。で、チケットと、えー、チケットの部分は0から、まあ、えっ、ー、と、1、頭文字だから0か あまあ、0から3ですね。の文字に全部変えたと。で、えー、さっきも言っていく、この、リペースを使うことによって、文字の置換をすることができると。ちょっとこれですね。で、同様に、えー、これ、まあ、ソースコード見たときに、これざっくり見たときに、まあ、これもうコピペしてます。 まあ今回の例では。でもこれ本当は書けるようにならなきゃいけないんですけど、まあ時間もないんで、僕はもうコピペでなるべくえ作ってますね。えー、率いいから。で、これに関しても、ただソースコードどういうことをやってるのかなっていう、コピペした後にも自分なりのこう解釈とかで、先頭の文字で分けるためにはこのソースコードが必要で、まあこことここを書き換えればこういったデータにも使えるのかなというのを思ってるんですけど、まあ要はこれも先頭の文字を書き換えるソースコードだと。 で、トレインに関しても、えっ、ー、と、ファミリーで、一人乗っているかどうかが1になると。だから、えーと、その要素の特徴によってですね、このように変えて、えっ、ー、と、一人で乗ってんのか、えー、ファミリーサイズで乗っているのか。一、えー、人で乗っているのはこっちか、ね。で、ファミリーサイズだったらこっちだと。いう形でですね、えー 要素を追加するって方法もあるみたいなんですね。うん。で、これ結構ね、えっ、ー、と、このソースコードで、えっ、ー、と、なぜこれ要素を追加できるのかな、とは思ったんですが、ここですね。なんか、うまくここら辺で足し算すること。で、要素をこれ足していったりするんで、で、アロンだったらロで、えー、いつアロンだったら1にして、えー、いつアロンを1にする。 といったことをやるみたいですね。まあ、ここもちょっと僕自身今度復習してみたいと思います。で、えー、これでやっと全処置が終わったんですね。トレインだけ。つまり、えっ、ー、と、AI でやる方は僕の前の動画でも言ってますけど、トレインを元に、えーえー、テストする。で、えっ、ー、と、トレインの要素をこれ全部数字に書き換えたわけです。今回ね。で、えー、 次に、えー、トレインの値だけを取り出して、正解データと学習用のデータに分ける必要があるので、えっ、ー、と、トレインのデータのこのカッコして、点々と。で、2から点々とするとですね、これ以降の変数、つまりこのさっき数字に直したバーってあるこのデータ全部をこっち側、 に持ってきて。で、y は、点々の1にすると、ここの列ですこの下にいっぱい数字あるんですよ。この下の列、つまりこの y の部分だけ取り出すことができるんですね、この数字。で、その取り出したの y という変数に入れるんです。今度このトレイのデータの、ちょんちょん、点、に、ちょんちょん。これは、こっから先全部を取り出してこの xs に入れてくれる。で、 これ、ちょっとまあこれ、僕、あの、シャープよく使うんですけど、ど、で、取り出したらどれぐらいの値出んのかなって、これ、シャープ。これ、文字列ですね。文字列で XS シャープってやったときは、この XS シャープの、値ですね。え、どれぐらいの、長さなのか。その数字がね。例えば、これだったら、一1次元、1次元って、え、テンソル。で、し、これだともうね、2次元ですよね。二次元、2次元ですね。こうとこうにデータがダーってある。 三次元になるとまた別なんですけど、今回二次元のデータをすると。で、えっ、ー、と、二次元になってるはずです。それをシャープで見ることができます。で、ここまででトレイングデータが、えー、種類一旦終了と。終わった後。次にテストデータの種類をするんですけど、まあ、ほぼほぼ、えー、同じですね。え、インフォで、まあ、どんなデータのか、かって見るんですけど、えー、ちょっとね、古速なことにこのにね、欠損してたりするんで、えー、 穴埋めをこのソースコードでしてあげて、えー、まあ、いろいろ、さっきと同じですね。で、全部名前とか頭文字によって、す、えー、文字から数字に変えてあげると。いったことをするのと、あとは、えっ、ー、と、この特徴量、ここちょっと僕も今回説明できなかったんですけど、まあ、こういったこの特徴量の部分を、えー、ここですね。この部分も特徴量追加していくと。で、やっと全処置終わって、解析ですよ。 ここからメインの学習タイムと。で、ランダムフォレストを今回使うみたいですね。えー、まあ、このサイトではこれが一番良かった。ただ、この後に LightGBM 使った方が良かったっていうのがありましたね。で、まあやり方はここですね。from、えー。まずランダムフォレストをインポートして、その後に、えー、ランダムフォレストっていうのをこのインポートしたこのランダムフォレストクラスは このすで、その後フィットさせるんですね。ランダムフォレストとフィット。このフィットすることによって、XS と Y の後をランダムフォレストに入れてくる。で、えっ、ー、と、XS テスト。こテストした時のプロダクト、結果をこの Y プロトっていうのに入れ込めようと。だからこのフィット、ドットフィットだけでもうこれ、この、これって、XS ってさっきまで全処置してやっとね、 出したテストのデータと、この、あ、テスト、うん、トレイン用のデータとテストデータをここに入れてフィットしてくれるんですね。そしてその時のこの、えー、予測値ですね。を Y プロットして、えー、ここに、この変数に入れてあげると。で、あとは、えー、この,の CSV の、えー、CSV インポートして、その後に、えーえー、と、 product resultdata.csv、えー、という名前で csv を書き込めと、ね。いうこのソースコードなんですよ。で、そこの、えっ、ー、と、どういうふうに書くのかって言ったらこう、こうですね。yplot の値を書いて、で、テストデータの値を書いて、っていう形にすると。 で、その結果ですね、これをカグルコンペで出すわけです。そうすると何が出るかっていうと、0.82296という結果になったと。で、えっ、ー、と、その後のやつが LightGBM 使ってたんですよ。でトレインヘッドで頭見て、えっ、ー、と、ここら辺はちょっと。で、LightGBM、これはもう機械学習ですね。ええー、さっきはランダムフォレストを使いましたが、今回ラ LightGBM 使うと。 ええと、使い方は、ま、あんま、まあまあ、この方はうまくないってことで、まあ、ええー、と、まあ、これは、アンサブル学習の、えっ、ー、と、決定機ですね、のブースティングになります。で、ブースティング、僕前の動画、過去の動画で書いてると思うんで、まあ、喋ってると思うんで、そういった手法を使うんですが、まあ、決定機に関しては僕あんま動画出してないんで、今度また調べて出したいと思ってます。 まあなんか機械学習を使って、今回ランダムフォレストっていうのじゃなくて、機械学習の中でもライト g b m っていうブースティングを使って、えっと、まあ予測してると。で、その結果やってみたんですよ。僕、ちょっとこのサイトに書いてあることがよくわかんなくてですね、なんかうまくいかないって言った形になります。えー、今日はもうちょっと時間経っちゃったんで、ここまで終了しますか。まあ現状としては、うん、なんか、 スタッキングみたいなことをこのサイトでやってるみたいなんですけど、ちょっとうまくですね、僕の方でも動かなかったですね。同じ結果が出ちゃうんで、えっ、ー、と、まあちょっとね、これに関してはまた、えー、おいおい、やって、分かったら、え動画に。